対するマリナーズの先頭バッターはイチロー。アメリカメジャーリーグの舞台でいよいよ夢の対決が実現します。さあ桑田対イチローの対決です。初対決、初球は高めで入りました。少しこう抜けたような球なのか、ちょっと力んで投げてますね。これでワンエンドワン。このシュート結構いいですね。あの曲がりが多分大きいと思いますね。空振り、一郎追い込みました。桑田三振です。イチロー三振、カーブでね。イチローとの初対決、イチロー三振に終わりました。これよく曲がってますよ。でもあー落差ありました。バンベンスポテンの時にはあのファールに逃げていたような形でしたが、もっと曲がりが良かったか。イチローを三振に取りました。桑田バッターは2番のロペスです。これも三振です。これでも先発で使いたくなりますね。まあそのためにマウンドに上げたと思いますけど、なんとなくね。コントロールいいですね今日ね、ものすごく低いところによく決まってます。どうですかこのフォームご覧になって。まあフォームとかはもうね、なんですかね、まあ、昔よりは力感はないんですけども、まあ、コントロールがいいですよ今日見て分かる通りね、そのベルトより上にボールがいかないですし、その全部の球種同じ腕の振りですしね、完全に詰まりました。ボールが上手いですけどね、フィルディングの良さを見せました桑田です。三者凡退に切って取りました。これはね、監督のピッチングコーチも次ちょっと先発で使ってみようかなって思いますよね。コントロールの良さが目立ちました桑田です。余裕はないですかね、いつももういっぱいいっぱいでやってますけどね、日本でいいバッターでまたアメリカでも成長し続けてるというね、素晴らしいバッターなので本当に対戦楽しみにしてましたしね、そういう、あ、これでそういう場面が来るなと。で次に思ったのがどういうふうに攻めていこうかということですね。2番目はもう本当配球を頭の中で、考えて、でキャッチャーにじゃあ初球はこれから入ろうというところまで一応下準備はしてマウンドに上がったんですけどね。やっぱりオーラありますよね、いいこう雰囲気を持ってますから、もう対戦できるだけで本当に幸せでしたし、なんとか内野ゴロに打ち取れたらなと思ってたんですけどね、